今日はですね、ガレージ19で、僕の車の、マフラー&駅場に交換ということでですね、ちょっと時間を割いてもらってここに来ました。じゃじゃーん、じゃじゃーん、作業前です。ちょっとですね、今車を冷やしてるんで、ちょっと詳しくは後ほど、ちょっと店内の方に入らさせていただいて、届いたと言われているマフラー&駅マニをですね、皆さんにご紹介したいと思います。じゃ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 ん。富士坪。そうです。富士坪さんのマフラーが届きました。そして、駅マニ。もう駅マニは開いてますね。乱暴に書いてありますね。ですね、まず説明したいと思います。僕が購入したですね、駅マニは、じゃじゃん、スーパー EX。こちらの方を、購入させていただきました。4AG のですね、中の付属品パーツはですね、結構いっぱいちゃんとありました。見てください。見えるかな？もちろん、駅マニガスケットから、こういう形でですね、パックされてるんですよ。そして、こちらのヒートシールドもですね、見てください。こちら。これですね。これはですね、デスビの遮熱板なんですよ。これはかなり役に立ちますんで。スーパー EX の、ものをですね、ちょっとだけ。あ、これも、ちゃんとしてるな。素晴らしいな。僕が今回選んだのは、こちらの商品なんですけども、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これでしょ？んで、今回は、僕のはね、92後期のエンジンでカムとかも入ってるんですよ。で、コンピューターセッティングもしてあるんで、あえてですね、41にしてみました。通常421の方とかね、いると思うんですけど、僕は41です。で、マフラーの方はですね、じゃじゃーん、レガリス R AE86 レミントネルダブルテール、迫力サウンド。さあ、どんなんでしょうか。ちょっと待ってくださいね。展示しますんで。さあ、展示いたしました。こちら、4インチのタコ足。そして、通常はここに、ですね、触媒が入るんですけど、僕のは、サードさんの触媒が入っております。そして、マフラーが、こちらのダブルテールですね。ダブルテール。これ反対だな。こうです。こういう感じですね。になっております。さあ、取り付けまで楽しみに。ということで、ちょっと外れてるか、ちょっとつくかどうかが、リアがショートストロークなんで心配なんですけども、まずは店長さんに。駅マニを店長さんに、あ、見てください。今これ、このね、砲弾型がついてるんですよね。で、すごい綺麗なあそこのO2 センサーと、あ、O2 じゃない、排気温度センサーですね。が、O2 センサーと、駅マニと、あそこスプリングがあるんだ、あそこ。で、ここ。基本は問題ないんですけど、このデフ上を通った場合に、ここのストロークが短いんで大丈夫かなっていうところですね。ホーシングも、ちょっと、錆が
増してきましたね。僕のは、フルクスコで、トラストの足がついています。タイヤはもちろんアドバンですね。じゃあちょっとあっち側に行ってみますか。ここです。こんな感じに今、ああこれも421の高押しも、どこなんですかね。でもスプリングフックがついてるからなかなか、ああワイヤーまでしてある。ちょっとやっと今冷えた感じですね。これで撮ると。さあ早速駅マニの方仮付け完了ですね。輝いてます。盗聴じゃない分スペースは結構ありますね。綺麗。耐熱もしてもらったんで、クーラーもエアコンも効きますし、はい、決まりの方終了いたしました。綺麗に着きました。さあ続いては、はい、はい、ということで駅マニの下っ側です。こういう形でですね、ダブルナットスプリングで、ボルトで、ここにセンサーがつくんですね。下側から駅前に見ると、見てくださいこれで、こういう形で、ここに、ね、ジャスマンのマークついてます。で、41のエキゾーストで、ここから、触媒で、マフラーっていう形になってますね。一応当社では A86、駅前に交換、今なら漏れなく、富士壺、キャンペーン、工賃1万円で、こちら A86 の方、ぜひですね、漏れなく、フロアもちょっと掃除したりするかもしれません。まあちょっと僕のじゃあ下回りをね、見てみましょうか。パワーステ、クスコのスタビ、トラストの足、ウェッツのブレーキライン、で、ね、ラックアンドピニオンで、スタイリングラックですね。ミッションは、クロスが入ってます。で、クロスが入ってて、ペラシャフト、ですね。まあ、86は比較的、簡単な作りになってますんで、ホーシングがあって、スタビがあって、クスコ、フルクスコになってますね、こちらの方は。なかなかこんだけ綺麗なのね。ここはなんだ？ここは汚れてるだけか。まあ、ローアームとかね、この辺は、基本はノーマルやってますね。さあ、ということで、駅前に、もうすぐ着きます。あ、富士壺さんの延長。あ、これでも純正でもうギボシになったのこれ。違うよね。うん、これは加工したんだね。そうだよね。うん、それで、すごい、優しい。熱いとこ通さないよね。そうですね。で、サードさんのキャタライザーがついて、はい、ということでやっとマフラー。さあ、デフ上ちょっと車高が低いので、
で風営心配ですが、最初はどっちから行くんでしょうかね。まずはホーシングの上を通るか。さあ、ホーシングの上、あ、車低く、え、嘘。まあまあ無理だね。逆にクリアランス保てるから、そっちの方が。ああ、下すらなくてってこと？リアルなかっこいいし。おぉ、時代に反して方針ね、あの、砲弾型とか、ロケットタイプは似合わないですね。そうですね。流れカットも。今ないもんね。こういうカットいいよ。これですよ。素晴らしい。おぉ、綺麗だ。サードの触媒からデフ上、ホーシング上、そして、富士坪の FGK。このデュアルがやっぱりね。おぉ、さあ、駅間に着きました。マフラー着きました。どんな音がするんでしょうか。僕の A86 富士坪。さあ、おお、大人な、大人な仕様になりました。とても満足です。見た目もかっこいい。ありがとうございます、藤坪さん。このアングルが大好きです。最高だ。さあ、最後にですね、藤坪のステッカーを貼って、この車は、ここにバンド、ここにミトナット、なかなかないです今。このカロッツェリアのこのスピーカー使ってる人、これも今超レアじゃない。スプリンタートレノ。8月末まで駅間にマフラー A86 取り付け工賃1万5000円キャンペーンで。はい。綺麗に。もれなく今、だとうちのスタッフが富士坪のステッカーも貼ってくれます。皆さんマフラーは富士坪でお願いします。